いらっしゃい、何か必要なの？はい。高級巻き餌をください。ふぅ、リアル。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、夏の月10日目。びっくりした、ドラえもん来たと思った。めっちゃ普通にびっくりした。さあ、とりあえず、水やりと、今日からね、鶏の世話という新たな作業も増えて、やだ、何あれ、ムカデ？めっちゃなんかうごめいてるんですけど気持ち悪い。ひえ、作物に近づかないで。めっちゃ寄ってくるやん、キマ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 。あ、でもそこのエリアには入ってこないのね、なるほど。待って、わっけわからん感じ。あ、ちょっと伸びた。見て見て見て。ちゃんと棒刺しとるよ、棒。ここからまたすくすくと成長していくかな。夏の作物は全体的に成長が遅いんかな。春のね、株みたいにすぐにできるやつがない。お、ひまわりもちょっと成長ってことは、もう夏の月はどれぐらい、 1,2 回ぐらいしか収穫できんのかな、もしや。よし、そして卵を産んでるかしら。産んでる。いいね。とりあえず餌をいくよ。そして、はい、おやつ。そして、よしよし、ここ、で、ちょっとそこの卵をもらってくね。イエーイ、初めて卵拾った。いいねいいね。あ、そういえば放牧しとかんといかんのか。とりあえず、コッコやおいで。よいしょ、よいしょー。はい。おっと。よいしょ。とりあえず、そこの虫とか食べていいんだけどね。作物荒らさないでね。あ、そう、今日はね、カジキを釣りに行きたいなと私は思っているのだけれど。あ、とりあえず卵出荷しておくか。初めての。食べないでね。初めての卵出荷。カブトムシももう出荷していいかな。大会終わったし。さあ、それじゃあ、釣りをしに行きますか。ちなみに、私ずっとね、そう、カジキが釣りたい、カジキが釣りたいって言ったんやけど、あ、そう、どこでもドアで行けばいいんか。カジキは、とりあえず、夏じゃないと無理らしく、ザザーン岬へ。で、夏の月の昼間に、釣り竿も銅以上。えけん、今、私この間釣り竿を銅にしたけん、今の釣り竿なら釣れると。で、高級巻き餌を使う必要があるらしいです。高級巻き餌を買って、巻いて、さらに、まあ、銅以上の釣り竿で釣る必要があると。いらっしゃい、何か必要なの？はい。高級巻き餌をください。ふぅ、リアル。はい。で、これで。どこでなら寝れるんすか？この辺は邪魔と、この辺なら大丈夫？とりあえず、お昼って言ってけん、12時ぐらいからやったら大丈夫かな。さあ、これで、カジキ釣りに挑戦。いけるかな。とりあえず最初に高級巻き餌。巻きます。からの、銅の釣り竿。シュッ。巻き餌をやったことによってカジキが集まってくるんかな。さあ、来いよ来いよ。巻き餌は一回分の効果しかないんかな。それとも時間で効果とかそういう。よし、来い来い来い。ひらめかーい。ひらめかーい。とりあえず頑張ってみる。来い。
来た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 。よっしゃー。どうや。タコタコやっぱりあれか、もうすでに高級巻き餌の効果が切れたというか、そういうことですか。かもしれない。え、でも一回一回300円かかるってめっちゃ高いな。稼げるようになったとはいえ、めっちゃ高いな。もう一回ぐらい多分、魚影が、お、来た来た来た。ほいや。よし。行くぜい。どう？スズキ。スズキ。じゃ、もう一回高級巻き餌ください。え、おらん。ジシーフィーさん。営業時間って何時ですか？何時から何時ですか？どこに書いてんの？ 8 時から12時、14時から16時。なるほど。天使釣りでいない時がいます。ちょ、待って、14時。15時までとりあえず寝て。よっと！高級巻き餌、高級巻き餌。今私お金どれぐらいあるんだ？とりあえず、高級巻き餌。いや、10はちょっときつい。5個ぐらいで。ちょっとザザン浜辺の方にも行ってみよう。ザザン岬か、ザザン浜辺らしいけん。こっちがダメならあっちで。行きます。あ、こんなところにおったんティラル。焼けるよ。あれ？みんなどうしたの？大集合やん。よいしょー。あなたの運勢は大吉。道具に頼らずにやればうまくいくでしょう。道具に頼らないと釣れないんだよ。ハズキは釣れないんだよ。木材とかめっちゃ流れ着くんやね。どの辺やったら釣れるんかな。この辺で釣れる？だってさ、巻き餌を使って何も集まってこないとか辛すぎるから。とりあえず、え、すごい、スズキってこんなに価値あるん、やば。はい、巻き餌。からの、釣り竿を、はっ、シュッ。お願いします。来てください、カジキさん。か。私ね、あっちの、さっきの場所以外でさ、魚が寄ってきたことがないんやけど、あとアユナ牧場の、ちっちゃい池のところ。あの2カ所しか、釣ったことないんだけど、まず、来ますか。まず、来ますか、魚は。釣り糸が垂らせるということは来ていただきたいのだけれど。え、高級巻き餌が。高級巻き餌が、あ、なんか近寄ってきたけど絶対カジキじゃないサイズ。よし。誰？なんかシーフィーさん見に来た。キスー。時間はかかるけど一応魚が来ることは分かった。うん、めっちゃ時間かかったね。さあ来い。シーフィーさんに見張られて。あと2回ぐらいならきっと魚影が来るはず。さあ来いよ来いよ。まあ、でもやっぱりあの橋のところが一番集まってくるってことなんかな、魚。もしかして全然こんなじゃないかなっていうぐらい。魚影現れんもん。シーフィーさんめっちゃ見てる。めっちゃ見てる。いや、ちょっとなんか、いや、見てないよ、みたいな感じの。感じにしながら、ちょ、気にしとるよね。来いよ、来いよ。90ゴールドで出荷した。卵1個90ゴールドってこと？100は言って欲しかったけど。
か、もうそんな時間ですか？ 18 時ってこと？え、ってか、じゃああれやん。もう昼間じゃねえやん。もう昼間じゃないやん。どういうことやねん。あ、ここの洞窟はそのうちなんか関係してくるんやろうか。あれ？狭くて何もない。君一回入ったじゃないか。これ何かが破れた跡？あれ？なんかこの壁ちょっと変だな。ところどころ白い壁が見えてる。白い壁なのこれ。もしかして。この奥に何かあったりするのかな？よし。ドラえもんたちを呼んでこよう。まさかの。大冒険の予感。のび太、何なんだよ。何にもない洞窟じゃない。とっても狭いし、ここに何かあるの？のび太さん。早く帰らないとヤンメイさんに怒られちゃうよ。あのね、この壁。どこかおかしくない？何がおかしいって言うんだ？何か白い部分が見えてるわね。そうなんだよ。もしかしたらこの岩の向こうに何かあるんじゃないかな。さすが静香ちゃん、察しがいい。何かって何なの？何か、きっとお宝とかを隠してるんだよ。お宝なんてそんなものあるわけねえだろ。ドラえもん、この向こうに何があるか調べられない？そうだな、奥があるなら通り抜けフープなら通るそうだけど。早く出せよ。なんなん急に。ちょっと待ってて。お宝なんかないって言ってたじゃん、ジャイアン。お？ない。もしかしてまた落としてたの？どうするのさ。本当にドラえもんは使えないな。たけしさん、そんなこと言ったらかわいそうよ。みんなで探しましょう。私も手伝うわ。しずかちゃん。通り抜けフープがあれば向こう側に行けるもんね。僕も探すよ。それじゃあ。秘密道具探しはのび太たちに任せようよ、ジャイアン。そうだな。それじゃあ帰ろうぜ、スネよ。何、二人はもういつもいつもいいとこばっかり取っていく。ジャイアンたちってば。仕方ないわ、のび太さん。秘密道具がこの街に残ってしまうのもいけないし、探しましょう。ありがとう。二人とも。とりあえず、どこにあるのかヒントを探さないとね。よし。とりあえず、ここを出よう。そうしよう。ここから出てくるところを見られるとすごく怪しげやけど。お、なにみんな。おーい！ランチたち、何してるの？やあ。のび太、それにドラえもんにしずかちゃんも。今、ひみ。ランチ、何言おうとしてるんだよ。なになに？お前だってティラルがランチを誘おうって言うから誘っただけなんだからな。そんなこと言わないでよ。喧嘩はよそうよ。とにかくダメだ。もし教えて欲しかったら虫を持ってこい。虫なら何でもいいの？ちょっと虫なんていらないわよ。お花とかにしてよ。お花だったら面白くないだろ？じゃあ野菜なんてどう？もっと面白くない。私はいいと思うけどな。多分ティラルは何だっていいよ。お、シーフィーさん。ちょっとあんたたち。シーフィーさん。海辺で騒がないでって何度も言ってるでしょ。シーフィーさん。次は許さないからね。厳しい、怖い。次は許さないって、どうしようかな。シーフィーさんに贈り物をするのはどうかしら。何？機嫌取りですか？贈り物？ええ。シーフィーさんが喜ぶような魚をプレゼントすることで、ここで騒いでもいいようにするのよ。騒いでもはいかんと思うけど。静か、頭いいな。それだ。というわけで、のび太。シーフィーさんが好きな魚を持ってきたら、俺たちも仲間にしてやるよ。結局、カジキですか？シーフィーさんが好きな魚って何だろう？それはお前が考えるんだよ。わかったな。のび太、頑張ってね。大変なことになった。これ通り抜けフープじゃない。どうしたのドラえもん。で、あれなんか高々と掲げ上げとるの。あそこでケン君が持ってるのって通り抜けフープ？ほら、すげえ嬉しげにドヤ顔で。確かにそう見えるわ。こんなところに。それじゃあ仲間に入れてもらって、通り抜けフープを返してもらわなきゃ。そうだね。頼んだよ、のび太くん。そういえば。
シーフェイさんはカジキが好きだって言ってた気がするわ。カジキか。頑張ろう。頑張ってするしかないよ。あの高らかに通り抜けフープを見せつけられたらつらー。さあということで、昼間しか釣れんって言ってけんね。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、高級巻き餌もまだちょっとストックがあるし、頑張ってカジキを釣ろう。難しいんかな、やっぱカジキ。